皆さんこんにちは。さあ今日はですね、こちらグライディックのサウンドエア TW7100 ワイヤレスイヤホンをね紹介します。こちらの商品ですが、グライディック様より提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということで久々ですね、このワイヤレスイヤホンですね、こちら Bluetooth でね接続して全く線のない、本当ワイヤレスのねイヤホンとなっております。で IPX4 対応で、充電には USB Type-C を使います。で、こちらねタイルっていうのに対応してるんですが、これ何かというと、覚えてますかね、 Bluetooth でね鍵を見つけるやつなんですが、これね対応してるので、このアプリで、このねイヤホンを登録してあげれば、このタイルと同じくね、Bluetooth もしなくしたとしても、このBluetooth の信号を発信して、スマートフォン上で見つけるってことが、ね、できるみたいです。まあ、こういったねあのワイヤレスのイヤホンで結構片方だけポロって落としたりして、どこ行ったっけっていうのは、まあまあ結構よくある話なんですが、そういったのもね、まあ、少しは低減できるみたいなのでね、結構これ面白いですよね。で本体のこの裏を見ますと、これねカスタムイヤホンメーカーカナルワークスっていうところが監修してるらしくて、非常にフィット感が高いとのことです。でオリジナルのねこのイヤーピースが2種類付属してまして、通常のやつと柔らかいやつね、対応してるみたいです。で、こういったねこのカナル型のイヤホンって耳の奥までずっと入れるんで、結構周りの音とかが聞こえなくなることがあるんですが、これにはねこの、外周の音を取り込めるねこの機能もついてるみたいなんで、そういったねこの、まあ、事故とかそういったねぶつかってしまったりってことも、まあ、少なそうですね。で、ファストチャージです。10分ケース入れとくだけで最大3時間連続使用できます。で、最大の利用時間はこのバッテリー込みで12時間っていうね結構長めですよね。はい、ということでね、まあ、こんな感じで概要はいいとして、開封の方していきましょう。パッケージはこんな感じで結構ね高級感がありますね。で、開けるとこんな感じでケースがね出てきまして、まあ実はもう僕何回か使ってるんですが、質感はねすごくシックな感じでね、反射を、しない感じのコーティングがされてるんで、すごくね高級感があります。で裏の方にはですねこのラバーがついてるんで、こう置いた時とかにもねこうコテッ滑っていったりとか、そういったことはなさそうです。でこちらが本体の、説明書ですね。で説明書なんですが、まあ、もちろんね全部日本語で書かれているので、こういったねイヤホンとかを初めて買ったよって方でもね、操作は全然わかります。でもちろんこのねスマートフォンの設定の仕方ですとか、ペアリングのね解説、こういったものも全部日本語で書いていますので、はい、とてもね、わかりやすいですね。で、説明書は2つ入ってまして、もう1個の方は本体の使用書についてですね。なので、本体使用書と説明書それぞれ1個ずつついています。そして、イヤーピースがそれぞれ、2種類ですね。はい、各3セット SML。で、こっちの方も SML って感じで、入っています。この透明の方がより柔らかい感じの、コンフォートタイプですかね。で、右の方は一般的なこうゴムの、ちょっとテンションの強い感じですね。はい、それがそれぞれ1個ずつついています。そして、充電用のね、タイプ C のケーブルが、それぞれついています。さあ、ということで実際ちょっとこのね、イヤホン出してみましょうか。ケースを開けるとこんな感じになっていて、ここに充電用のインジケーターが見えますね。で、充電が終わるとですね、ここの、イヤホンの部分の赤いのがね、完全に消えるんで、これが消えたら、充電がね、完了したということです。で、本体取り外すと、こんな質感になっていますね。ちょっとここの表面は光沢感のあるデザインで、で、それぞれ1個ずつね、ボタンがついています。で、イヤーピースのね、形状はこんな感じですね。取り外すのもね、結構簡単で、つけるのも、すごくね、サクッとできますね。で本体の重量なんですが、イヤホン1個で約、7g ありますね。2つ足すと、14g、ケースも入れると、86g っていうね、非常に軽量ですね。まあ、さすがに本体1個で 7g しかないので、多分ね、耳につけていても、特に重いかなとかっていう心配はなさそうです。ただしですね、やっぱりさっきも言ったんですが、こういうカナルタイプのイヤホンなんで、皆さんね、それぞれ耳の、穴の、ね、直径に合わせて、こういったね、イヤーピースをね、つけて、一番ね、いいフィッティングを探してみてください。僕も結構ね、このイヤーピース何がいいかなって、とっかい引っかいして、まあ、今自分がその一番合ってるやつをね、つけています。さあ、ということで、実際これをねつけてみて、音質ですとかそういったところもねチェックしていきましょうか。はい、ということでね、じゃあ実際このイヤホンをね装着してみます。でこういったカナルタイプのイヤホンで装着するときは、この片方の耳タブをぐっと引っ張りながらこう押し込んでいく感じですね。で押し込んだら多少クリクリっと回して、はい、痛くない感じにねフィットさせます。でもう反対側の方も同じくやっていきます。
はい。ということでね、しっかりと耳にね、入りました。そうですね、フィット感はね、すごくいいですね。で、僕はですね、耳が常時しけってる、人なんで、そういった人って基本カナルタイプってね、結構、避ける傾向にあって、僕もね、今までずっと使ってこなかったんですが、これはですね、こうしっかりと、フィットさせるとですね、耳の中はちょっとね、この隙間っていうか、わずかな隙間とか開くことはあるんですが、この耳の周りの外周ですね、この部分で、イヤホンを固定するんで、首振ったくらいじゃ外れることはね、ありませんね。で、ぐっとこの顎に力入れたとしても、すっぽ抜けることはありません。なので、耳がね、結構しけってる人とかでもね、わりかしこれはね、つけやすかったですね。すごくね、この付け心地っていう意味ではね、気に入りました。で、慣れてくればこんな風にパパッとね、つけることができます。で、今ですね、これ周りの音をね、集音するモードにしてるんですが、さーっていう音が聞こえて、このパソコンのファンのね、回る音とかも、しっかりね、聞こえてきますね。片方だけなんで、周りのある程度の音っていうのは聞こえるだけなんで、もしね、しっかりと、安全とか確認するときは、このイヤホンはね、外した方がいいですが、コンビニのレジとかでね、そういった、お会計とかするときは、これ、つけたままでもね、多分問題はないかと思います。で、音質についてなんですが、今ね、音楽を流しています。はい。で、こういったカナルタイプのイヤホンって、僕のね、その今までの経験上っていうんですかね、その聞いた話とかいろいろ使ったりとかした、感じでは低音が強いってイメージがあるんですが、これはですね、そこまで、低音は強くなくて、割とこう中音っていうんですかね、その真ん中の音から高音が結構しっかりと出ていますね。なので、割とね、聞きやすいっていうか、フラットな感じがします。僕結構BOSE のワイヤレスイヤホンとか好んで使ってるんですが、あれは本当にすごい低音が強く出て僕好きなんですけど、これはですね、そのカナルタイプなんですけど、そうですね、本当にさっきも言ったんですが、こうあんまりね、変な味付けとかはされてなくて、結構ね、聞きやすいかと思います。で、値段とかも非常にね、これコスパいいんでね、非常に初めてこういったワイヤレスイヤホンを買う方にはね、いいんじゃないでしょうか。あとはペアリングに関してもね、すごく早いですし、使い終わったらね、こんな感じで充電のこのケースに収めるんですが、この部分に磁石が仕込まれていて、で、接点と磁石がパチンとね、合う感じになっています。で、一回しっかりね、合えば、もうちょっと振ったくらいじゃね、落っこちることはありません。で、充電中はこんな風に赤いね、インジケーターが光ります。さあ、ということでね、今回はこのグライディックのね、TW7100 ワイヤレスイヤホンを紹介してみましたが、どうだったでしょうか。使ってみた感想としましてはね、カナルタイプなんですが、割とね、中音も低音も出てバランスがいいですし、あとね、外の音を取り込む機能とかあったり、あとこの IPX4 防滴なんで、スポーツとかね、ジムとかでも使えそうですよね。で、一応これね、AptX AC 対応とは書いてるんですが、ゲームとかでは割とね、音の遅延が発生するので、結構ね、そういう音がシビアな、リズムゲームとか、そういった音ゲーとかにはちょっと向いてないかなって思いました。それ以外の、動画再生したり、映画見たりするのはね、全然問題なくね、音がずれたりすることは、ありませんでした。で、使ってる間に突然ペアリングがね、消えてしまうこともなかったですし、本当そういった意味ではね、動作はすごい安定していました。個人的にはもうちょっとね、この、低音とかが出てくれれば嬉しかったかなと思うんですが、あんまり今度低音出すぎるとね、長時間聞いてるのも辛くなってくるんで、そういう意味ではすごくバランスのいいね、製品だと思います。で、こちらのね、TW7100 なんですが、この動画概要欄の方にね、リンク貼っておきますので、そちらでもね、詳しく見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かを参考になれれば幸いです。で、ここもですね、こんな感じで、ね、デジタルガジェットですとかね、イヤホンとかありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。